ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。相棒のまみぞうじゃ。本日は2023年度モロゾフの採用大学ランキングの発表です。総合職以外の数値も含むのじゃ。今回は上位7大学のみの発表となります。ご了承ください。では、早速読み上げてもらいましょう。第4位高知大学、佐賀大学、大阪市立大学、大東文化大学、第1位同志社大学、立命館大学、江南大学。ここまでが、モロゾフの採用大学ランキングでした。ランクインした大学の関係者様、どうもおめでとうございます。動画がよろしいと思われた方はグッドボタンを、良くないと思われた方はバッドボタンを、押していただけると幸いです。チャンネル登録もしていただけると動画作りの励みになります。では、次回の動画を、お楽しみに。